こんにちは、カメラマンのともるおさむです。前回の動画ではコニカオート S2 にマリックスフィルムマリックス100を詰めて撮影してきたそのネガをマリックス MXRD1891 で現像処理をしたそのお写真を公開いたしました。まあ、非常にシャープネスも高くコントラストも高くて、まあ、本当に良かったんですけども、まあ、ただちょっとポートレートするには硬いかなというような感じは否めませんでした。まあ、もちろんそれは好みの問題ではあるんですけども、今の私の中のイメージにおいてはちょっとないかなというようなところがあります。そこで今回の動画においてはまた別のフィルム、特に今回はですねマリックスフィルムマリックス200とその他の現像液についての組み合わせを試みてみたり、あるいは400または100を使っていても他の現像液を使ってみたりというようないろいろな組み合わせを試してみました。主に今回紹介する写真は、いつだったかな、つい先日撮影してきた女性ポートレートなんですけども、まあ本当にちょっと数は少ないんですけども、マリックスフィルムマリックス200と、本当に難聴で、まあちょっと私の好みではないなと思ったんですけども、まあこれもねテストということで、MX の A14 この組み合わせでもって、処理をしたネガを公開したいと思っております。さてその結果はどのようになりましたでしょうか。今回の動画もどうか最後までご覧になってみてください。ではですね、早速今日はその写真を公開したいと思います。そうですね、言い訳を含めていろんなことをお話ししたいと思ってるんですけども、まあそれは写真の公開の後に述べたいと思います。まずは通しでご覧になってみてください。このような感じになりました。どうぞ。さあいかがだったでしょう。言い訳をちょっと一つさせていただくと、前回の動画の最後にまた女性を撮影する機会が予定があるというふうに申し上げました。まあそれでちょっとね週間天気予報が雨だからどうかなというような感じでいましたけども、まあ結局のところはですねその日の天気はまあ晴れはしなかったんですけども、まあでも雨はなんとか降らずに済んだというようなところでした。ただですね残念ながらですねちょっとモデルさんの方の都合で、実際のところはその予定をされていた撮影はできませんでした。で今回はじゃあなんで撮影ができてるんだということなんですけども、実を言うとこれはですね、私の別の私個人の仕事の中で、撮影しているものなんですけども、スタジオでね撮影した後にちょっとだけ本当にモデルさんに、その時のお客様にですねお付き合いいただいて、ちょっとね15分から20分ぐらいちょっと付き合ってくれないかというように頼み込んで、撮影をした次第です。なのでちょっとねカットが本当にあれだけしかなくて、少ないんですけども、でも十分にサンプルにはなるかなというふうには思っておりました。では改めて、個人的な感想と総評してみたいと思います。まずデータなんですけども、下に書いてある通りです。で先ほども申し上げましたけども、今回はマリックスフィルムマリックス200、それと現像液は MXA14、これを使って現像処理をしております。そうですね、この現像液のレビューをした時に、この200とこの A14 の組み合わせはちょっとないなというふうに申し上げてるんですけども、いろいろな思惑はありました。
まあ、それはね、またちょっと後々で話をしてみたいと思うんですけども、まずファーストインプレッションから申し上げちゃいますと、まあ、やっぱりシャープネスが非常に高いなということですね。でこれはもちろんカメラのレンズの性能によるところもあるし、で、まあ、そのフィルムのね200を使っているということもあると思います。まあ、でもですね、やっぱり随行、今までねオリンパスの OM シリーズ、まあ、随行のレンズで撮ってるんですけども、そうですね、甘さというものが、やっぱり描写のね甘さというものがやっぱりないと思うんですね。で非常にコントラストもそれなりにあるし、シャープネスも高いですし、まあ解像度といったらちょっと語弊があるかもしれないんですけども、そういうところがやっぱりしっかりしてるなという感じはします。でボケも綺麗ですし、なんて言うんでしょうかね、まあ、やっぱりスッキリしてるって、全体的にねスッキリしてるって印象がやっぱりあります。まあこれはもう前回も前々回も、まあ、テスト撮影を何回か重ねてきた中で、まあ、まあ確証はできてるんで、まあこれぐらいにはなるかなと思っていたんですけども、やっぱりそれでもそうですね、目を見張るものがありました。まずそれが、まあ、やっぱりいつもの話にはなっちゃいますけども、第一印象ですね。で今回はですね、まあ、開放で撮ることはしませんでした。基本的に一絞りなので、全部 2.8、まあ、全部ですね、全部 2.8 で撮影しています。なので前回も前々回も話しているそのボケが二重線になるとか、ちょっとあまり綺麗じゃないなというようなところを少しでもね軽減したいなと思ったので、でまずは一絞りだけしてみて、で、まあ、今回は方角によってはね、ちょっと背景があまり遠くにならなかったりとかっていうこともありましたけども、まあ、それでもそれなりにね奥行き感を出して、ボケを少しでもね、出せるようには考えておりました。なのでそれなりにボケは得られてるんですけども、極端にボケてるというものもなくて、まあ、背景に何があるかなというそのディテールはね、しっかりと残しておいて、撮影はできてると思います。まあ、そういう意味ではロケーションポートレートとしてはね、成り立ってるんじゃないかと思いますし、そうだね、やっぱりボケの感覚というのかな、ボケの度合いというのかな、はやっぱりいいと思いました。本当に素晴らしかったですね。で周辺光量もそんなに落ちはないですし、で周辺画像のあれもないですし、まあこれぐらいが理想的なのかなというふうには思いましたね。やっぱりまあもちろんね接近戦で撮っちゃって、何枚かありましたけどね、接近戦で撮って背景を遠くに置けばかなりな、ね、被写界深度が浅くなりますから、まあ、それでも大きなボケは得られますけども、まあ、もちろんそれはそれと表現としてあれなんですけどもね、でもやっぱりそういう撮影においてもこのレンズにおいては非常にいいボケを得られるので、それはやっぱり良かったなと思いました。うん、もうこれはもう確証ですね、もう確信ですね。で具体的にフィルムと現像液の組み合わせについてなんですけども、やっぱりちょっとないですね、これは。あまりにもちょっとコントラストが足りなすぎます。まあ、フィルムそのものがまずコントラストが乗らないということと、で現像液もシャドウの方はまずまずなんですけども、とにかくハイライトが全然出ないということがまず大きな特徴としてあります。そうですね、これでもね、Y2 は使ってるんですね。でもこれまでしかないんですね。なのでやっぱり足りないですね。うん、フィルムが悪いということも、フレが悪いとか現像液が悪いとかというよりは組み合わせです。本当にこの200と A10 の組み合わせは私の中ではないなということですね。なのでこれ例えばね P3 だとか T2 だとかとの組み合わせであれば、多分もうちょっとコントラストは乗ってると思います。23だってもうちょっと出ると思いますね。で、まあ、19だとかを使えばなおさらでしょうけども、本当にコントラストにおいてはこの組み合わせはちょっとないです。もうちょっと考えにくいので、まあ、今後は多分、まあ、多分というかまずおそらくもうないですね、この組み合わせ。私の中においては、まあ、それぐらいの組み合わせでした。まあでもですね、全体を通して、まあ、細かいところはねいろいろ不満はありますけども、全体を通して言えることはやっぱりもうこのカメラの描写は素晴らしいなということはあります。もちろんねフィルムと現像液の組み合わせにおけるそのコントラストの足りなさとか物足りなさはありましたけども、シャープネスだとかボケだとか、まあそうした全体を構成する描写としてはやっぱり素晴らしいなと思いました。まあ残るはまあ本当にね現像液とフィルムの組み合わせ、どう見つけていくかですね。あとはもうそこだけしかないと思います。
この他にですね、組み合わせをいろいろと変えてみて、撮影した、まあ、テスト撮影なんですけども、の写真があります。で、まあ、いくつかの組み合わせといっても、まあ、2通りかな、なんですけども、ちょっとそれを紹介しながら話を進めてみたいと思います。まあ、全部ね、写真を出すことはできませんけども、まあ、何かとかをちょっと流しながら出してみたいと思います。で、まずはですね、今回使ったフィルムと同じマレックスフィルム、マレックス200と、現像液は MXP3 です。まあ、マイクロフェンですねを使った現像処理したネガなんですけども、まあ、ちょっと写真を流しながら話をしてみたいと思います。で撮影に関しては Y2 フィルターを使っています。で天気はですね、そうだな、曇りから薄曇りから晴れるというか、まあそんなちょっと変わりやすいというか、まあそういった天気でした。なのでちょっと曇りの時間をね探して撮ると非常にいい状況になったと思います。で今回の写真と大きな違いはやっぱりコントラストのノリで、まあちょっと粒子感は出てますけども、コントラストのノリでシャドウがしっかりと出てるし、ハイライトも出てるし、それはやっぱ絶妙でした。特にこんなね、木の切り株、まあ、切り株でいいのかな、とかちょっと朽ちたところだとか、あるいはこのフェンスのね鍵だとか、そのフェンスに絡まってるツタだとか、そのフェンスの奥行き感だとか、まあ、そうしたものはね非常に良かったなと思いますね。なのでこの組み合わせはありです。非常に良かったと思っております。うん、これはとっても良かったですね。で次はですね、400です。マリックスフィルム、マリックス400です。それと、D でもいいんだけど、MX の23です。まあ、D の23ですね。の組み合わせで現像処理をしたものです。で、これはまあ、いつも行く横浜なんですけども、まあ、ちょっとね、全体的に露出がちょっと甘かったなって感じはします。いろいろな意味で。あんまり適正な露出が出てなかったなって感じはします。で、この時もですね、本当に今にも雨が降りそうな、もう曇り空で、ちょっと厳しかったかなって感じはしますけども、それでもやっぱり、露出が追いつかないので、まあ、ちょっとやむなく ND フィルターは使ってます。ただですね、Y2 は使ってないです。なので、それでもこれだけの黒が出るので、まあ、やっぱりこのフィルムの黒は、素晴らしいなと思いました。まあ、ちょっとね、残念ながら露出がたまたまアンダーだったりとかってことがありましたので、ちょっと無理があるかなって感じはしますけども、でも雰囲気はいいですね。で、やっぱり D の23とこの400の組み合わせっていうのはすごく好きで、なんだろう、今回の200と A の14を使った時の粒子感となんかさほど感覚が変わんないんですね。まあ、さっきの P3 はちょっとまた話は別ですけども、すごくなんかそんなに400の方が圧倒的に粒子感で出るはずなんですけども、そんなに違和感がなくて、これプリントしてもそんなに多分問題はないと思います。この組み合わせ、本当に前回も言いましたけども、露出さえ、まあ、500分の1秒までしかないので、露出さえ問題がなければ、本当にこのカメラを使ってもうちょっとなんか積極的にポートレートしてみたいなというふうに思いました。さあ、いかがだったでしょう。やっぱりね、本当に総評を今しちゃうんだけど、総評するとこのカメラにはやっぱり日の打ちどころがないです。まあ、あるとしたら大きさと重さだけです。あと見た目のかっこよさがちょっと足りないかなというところだけですね。本当にでも描写は、本当にこれから醸し出される描写はすごいですね。やっぱり私はすごく気に入りました。なのでそうだな、まあ、これから先は少しまた日が低くなってくるし、でどうしてもね光が弱くなってくるので400の出番が多くなってくるんですね。なのでいいかなとは思っています。でさっきね、400のサンプルをご覧になっていただいたもんいただいたと思うんですけども、あれだけの描写ができるので、本当に現像液との組み合わせをうまく使ったり、で例えば200であってもさっき P3 ですごくいい結果が出たというふうに申し上げましたけども、これだったら全然使えますし、でプリントしても多分いい雰囲気になると思うので、ちょっとこれはこの辺りで攻めてみたいなというふうに思いました。うん、これはいい発見でした。ぜひとも次回の撮影に役立ててみたいと思います。次回はですね、ちょっと未定です。まあ、ちょっとね、また来月はちょっと自分の仕事がちょっと忙しくなるということと、今のところちょっとまだ撮影の予定がね立ってないんですね。まあ、候補というのはあるんですけども、ちょっと立ってないです。せっかくねいい季節なのにね、なるべくなんかまた女性を いつも撮らせてもらってる女性のねモデルさんたちになんとか話をつけて、まあ、撮影する機会を設けたいと思ってますけども、まあそうですね、代わりになるもの何か探しておきますので、まあちょっと不安定要素がありますが、ぜひともそちらの方もお楽しみにしていてください。はい、それではまた次回お会いすることにいたしましょう。カメラマンの泊丸治でした。